なぜだ。どうせすぐミラーレス欲しくなるのになぜ今決断しない。でも高いし。買い替えなら差額はわずかだよ。今日カメラ持ってきてなくて。出張買い取り？はい、やってます。決断しました。出張買い取り始めました。カメラの北村。